サンポさん、やっと来てくれましたね。私はピノコニーの名探偵、隣にいるのは私の探偵助手です。実はここで我々も手を焼く密室殺人事件が起こってしまいました。予想通りというか、また設定を変えてきましたね。昨日私と助手は大芸術家である花火様を訪ね、彼女の屋敷で一泊しました。ところが翌朝、花火様はいくら待っても寝室から出てきません。執事の翔さんによると、部屋のドアは内側から鍵がかけられているとのこと。本来なら邪魔をしてはいけないのですが、花火様は寝坊なんてしないお方。それにいくらノックしても中から返事はありませんでした。その間、私は剣の匂いを嗅ぎ、思い切ってドアを開け、部屋に飛びたのです。部屋血だらけで、その真ん中に横たわる花火様の死体、彼女の雪のように真っ白な顔を見るに、死後かなりの時間が経っているのが分かりました。私は慌ててそばにあったキャンバスで花火様の血を止めようとしましたが、まあ、かわいそうな花火様、もう私たちとは永遠に離れ離れ。屋敷にいたのは私たちの他に、執事の翔さんと料理人のゾロ、それから運転手のユウだけ。おや、ブラックスワンさん、どうかしましたか？おそらく今、花火さんは入念に次の事件現場を準備しているのよね。こんな手間のかかる過程は省いて、心から話してみるのはどう？ちょっとムズムズするかもしれないけど。待って。素直な子ね。どこにいるか分かったわ、花火さん。ズルはダメですよ。どうしたの、探偵助手さん。なんだか慌ててるみたいだけど。いや、僕はその、あ、密室殺人事件ってこれまた面白いですね。行きましょう。女の子を待たせるのは良くないもの。待って、ブラックスワンさん、ちょっと待ってってば。花火様から最後に一つお伝えすることがあります。じゃじゃーん。こっからはショーの中でも最もロマンにあふれた心躍る部分、観客への挑戦じゃん。みんな知っての通り、怖い仮面の愚者花火は他の人の姿に化けることができるの。そしてこのショーで悪役の花火ちゃんはもうすでにある人物に変装してる。そこで問題、その人物とは誰だ。そうそう、メモキーパーちゃんは密室殺人事件に挑戦したくないみたい。でも大丈夫、もし興味があったらぜひ推理してみて。花火すっごく頑張って考えたんだから、無駄にしたくないんだ。以上、仮面の天才花火様の挑戦状でした。すべてのピースは揃った。諸君、良い狩りを。お姉さん、こんな手があるならどうしてもっと早く使わなかったんですか？こういう乱暴なやり方は私の記憶の美学に反しているからよ。でも時には目的をなすために家庭へのこだわりを捨てる必要があるわ。あの妙なスイートドリーム劇団は見当たりませんね。地面に証拠も散らばってない。やっと追いついたって
ってことでしょうか。おや、あれはベロブルグのゴミ箱？ピノコニーなのに？よー、メロキーパーちゃんにコールドフー、やっと来たか。まさか前の謎をスキップするとは。あれは花火様の自信作だったんだがな。ま、寛大な花火様は大目に見てやろう。さ、こっちに来な。最後の問題だぜ。朝は4本、昼は2本、夜は3本、これなんだ。殺人事件じゃなくなってるわね。たまには気楽に行こうぜ。さあさあ、かわいこちゃん、答えてみんしゃい。有名な謎なぞね。答えは人間。合ってる？ブブー、不正解。あんなつまらん答えと一緒にされてたまるか。正解は花火だ。朝は眠くて起きられない。昼はあちこち走り回る。夜は疲れて四つん這いになっているのに、片手を持ち上げて歯を磨かなければならない。かわいそうな花火様。だから朝は4本、昼は2本、夜は3本ってな。めちゃくちゃですね。かわいい答えじゃない。褒めてくれてありがとう。でもでも、さっきズルしたから今回はそう簡単にいかないの。不正解だったかわいこちゃんを待っているのはお仕置きです。落ち着いて。何が知りたいの？最悪の誓い。素晴らしい。さようなら。ポン。運命は選択ではない。立ちなさい。戦闘準備。さあ、びっくりしましたよ。何なんですかこいつ、急に襲ってきて。返事がないようですね。やっと静かになりましたか。お姉さん、早くその蓋を開けて小娘を引っ張り出してあげましょう。待って、まだ動かないで。様子が変だわ。花火を殺してしまったのですか。そんなバカな。ピノコニーの夢では死人が出るはずないのに。ガーデンオブリコレクション、あなた何をしたのですか。はあ、お姉さんがやったんですよね。夢の中で人を殺すだなんて、記憶の力でしかできないことです。最初から計画にあったんじゃないですか。花火がいたずらしたから、あなたをおちょくったから殺すことにしたんでしょう。ああ、今わかりました。あなたがこうして僕を連れ回しているのも、これに巻き込むためですね。もし僕が応じてなかったら、きっとこの子と同じ目に。ピノコニーの麗しき夢の中に死は存在しない。これはファミリーの約束であり、調和の加護でもある。それは
たとえメモキーパーでも破れない障壁よ。ここまでする必要はなかったのに。あなたが確かめたかったのはこれだけ。答えは教えてあげたわ、花火さん。花火さん、誰に向かって話しているのですか？あなたよ。もうすでにある人物に変装してる。それはあなたのことでしょ、サンポさん。そんなの言いがかりですよ。僕が花火だとしたら証拠を出してもらいませんと。ああ、証拠は難しいかもしれませんね。ならば推理でもいいですよ。最後の事件のヒントが一連の全容を少し鮮明にしてくれたわ。ああ、密室殺人事件のことですか？あなたはあれを無視するつもりだと思っていましたが。あれは花火さんが苦労して作ったものでしょ？無視するにはもったいないわ。事件を解く鍵は探偵が提示した2つの情報にあった。1つ目、現場には大量の血痕が残っていた。2つ目、被害者は死んでから明らかに長時間経っていた。私の拙い推理で導き出せたのは2つの結論。1つ、犯人は密室殺人というシチュエーションを作る必要がなさそうだったこと。密室には何らかの存在理由が必要になるけど、でも探偵の説明によると、あの密室は死体の発見を遅らせることもなく、また第三者に濡れ衣を着せることもなかった。その上、現場が血だらけではとても自殺に見せかけることはできない。つまり犯人には密室を作る理由がなかったの。もしくは現場が本当に密室だったとしたら、その密室を作った人物が犯人とは限らないとも考えられるわね。二つ目の方はもっと明白だわ。助手はなぜみんなが現場に入った時止血しようとしたのか。その道のプロだというのに現場の維持を破ってまで、明らかに何時間も前に死んだ人を助けようとした理由は？答えは簡単。あの探偵助手が犯人だからよ。あの時私はすぐに離れてしまって謎を最後まで聞かなかったけど、私の推理としてはこうよ。犯人は前日の夜に被害者を手にかけた。でもドアに鍵はかけなかったの。だから犯人は密室のことを知った時、殺したと思った相手が最後の力を振り絞り自ら密室を作ったのだとすぐに気がついた。それで彼はいち早く被害者のもとに駆けつけ、自分に不利な証拠が残されていないか確かめる必要があったというわけ。彼の行動から察するに、キャンバスが関係しているのでしょうね。おそらくダイイングメッセージがそこにあったと思うわ。もちろんこれは簡単な思考ゲームに過ぎない。謎なんてどうでもよくて、花火さんは私にある暗示をかけた。そう、犯人は探偵助手だってね。つまりあなたよ、サンポさん。私はずっとあなたのことを役名で呼んでいたけれど、そう呼ぶよう最初に誘導したのはあなただった。誰かに言われたことはありませんか？
あなたはメモキーパーよりも探偵にふさわしいと。私からすればどちらも本質は同じよ。水面の小さな波紋に沿って能力とテクニックをいくつか駆使し、深く潜って人の心の一番奥にある秘密に触れる。それを引き上げて大切に守るの。真実は嘘をつかないわ。記憶もそう。素晴らしい推理です。限りなく真実に近づいています。ただもう一つ明かされていない答えが残っているのですが、お聞きになりませんか？もう一つ？大芸術家の花火は寝室のドアに鍵をかけ、赤い絵の具であたかも血だらけになっているように見せるトリックを使った。そして最初に彼女の部屋に入り、その死を確認した探偵助手は犯人ではなく、彼女の死の偽装を手伝った共犯者です。残念残念、可愛い子ちゃん、あともう少しで正解だったのに。本当に残念。正解は花火様の死体でした。花火は花火様の死体に変装してたの。じゃじゃーん、花火の勝ち。花火様の死体も登場人物の一人なの？別におかしくないでしょ。あの三つの章すべてに花火様の死体は出演してたんだから。無理やり感のある印象付けではあるけれど、まあ認めるわ。で、この散歩さんは？綺麗なお姉さん、最初から言っているではありませんか。僕は本当に何も知らない。たまたま友人に手紙を届けに来ただけだと。なるほど。どうやら最初から愚者たちの罠にかかっていたのね。ねえ、そんなしかめ面してどうしたの？可愛い子ちゃんは楽しめたでしょ？少なくとも花火は楽しかったよ。君は記憶を、花火は憂鬱を、お互いから必要なものを手に入れた。これって気が合うってことだよね。それに君も花火も一人だからさ、花火と一緒に行こう。二人でダンスしない？あら、それは仮面の愚者が私に手を組もうと提案してきたと考えていいのかしら。ピノコニーでかつてないショーが始まろうとしてる。でもステージに上がるのが間に合わない人は舞台裏に身を引くしかない。このショーを心ゆくまで堪能したかったら、ステージの上に立ってスポットライトを浴びながら君を取り巻く踊りの一部始終を眺めるのが一番だから、花火と一緒に行こう。最高の観客席はその中にこそあるんだから。どうしてそうまでしてファミリーの垣根を壊そうとするのかは知らないけれど、前にも言ったはずよ。メモキーパーはあなたの力になれない。他を当たりなさい。あと、私はあなたが一人だなんて思わないわ。ああ、彼じゃなくてあなたの後ろにいるでしょ。あなたをピノコニーに雇った人は、あなたが他の勢力と裏で手を組むことなんて望んでいないはずよ。どうしてそれを？よく記憶を深海に例えることがあるわ。けど一匹の魚で二つの料理を作ったところで、
海の魚そのものが口に合わない可能性だってあるでしょ。つまり花火を断るってわけ？メモキーパーちゃん、無事にここから出られると思う？あら、ダメなの？驚かせてごめんね。そのうち答えがわかると思うよ。今日は初めましての挨拶だと思って、いつか気が変わったらパブに会いに来てちょうだい。見つかればの話だけど。行こう。散歩？あれ？散歩って誰だっけ？ん？おや、僕はベロブルグにいたはずでは？ほらね、どうしてダメなの？心配しないで。あまり乱暴なやり方は私の記憶の美学に反するから。私が二人の視界から消えれば、あなたたちは全てを思い出せる。それにごめんなさいね。お気に入りのダンスパートナーはもう見つけてあるの。これはこれは実に素敵な夢でしたね。入れ子構造に気づきましたか？夢の中で舞台に立つとは、タチウムのように不気味で魅力的です。ブラックスワンさんの夢の泡はここまでです。こたびの体験にご満足いただけましたか？そうでした、この夢にはあなたのお知り合いが登場していましたね。ですが一つご忠告を。夢は夢にすぎません。ピノコニーでは夢は加工されることもあれば改ざんされることもあります。夢の中の内容を鵜呑みにしてはいけませんよ。ましてや他人の夢であればなおさらです。確認したい情報があれば目の覚めた現実の世界でやった方がいいでしょう。では良い夢を。まったく、本当に何かするわけないのに。あのメモキーパーのことは忘れて僕の話をしましょう。手伝うべきことは全部手伝いました。約束通り仮面を返していただけますね。いつから仮面の愚者も約束を守るようになったの？冗談冗談。その顔いいね。はい、これパブの穴蔵の鍵。左から三つ目の樽を探してみて。あ、花火が渡したとは言わないでよ。でもサンポちゃん、こんなに時間が経ったっていうのに、どうして急に仮面を取り戻したくなったの？花火が知ってるサンポちゃんらしくないよ。あ、わかった。ヤリイロシックスに災いが訪れるとか。正解。それについてはノーコメントですが、あなたが言ったあの言葉は好きですよ。ショーが始まろうとしてる。でもステージに上がるのが間に合わない人は舞台裏に身を引くしかない。ごもっともです。この散歩もたまには舞台に立って
拙い芸を披露したいと思いまして。もしどうしようもなくなったら連絡してね。花火は友情を重んじるタイプだから。それは遠慮させていただきます。ベロブルグに近づかないでいてくれた方が助かるので。何しろ花火さんが求める愉悦は僕では到底届きませんから。ではジョバンニによろしくお伝えください。僕はこれで。はいはい、言ってみただけ。気にしないで。まったく、どいつもこいつも。なんでしかめ面をするのかな。Thank you.